まだ皆さん若いじゃないですか、多分やっぱりね。ということでやっぱね、だいぶ遠回り会話しようとしてるんですけど、ウェディングロード優しい人もいるんだよっていう、そういう人を見つけてずっと一緒にいられたらいいんじゃないかと。はいはいはい。一見結婚っすねこれ。そうですね。中身が薄かったぞ。すっごい。あ、やばい。まずいですか今のは。違います。はい、はい。オッケー終わった、みんなありがとう。本当にみんなありがとう。マジでありがとう。3.4。あら、お疲れ様です。あら、そう。期間も結構持ったより。おっと。こんばんは。テンションの違い。こんばんは。今。すごいね、元気だね。昨日ぶりで。スリックフロア。昨日ぶりです。若いです。挨拶回りっていうことで。あ、本当ですか。ありがとうございます。来ますか。うちの井口からそうちょっと言いたいことがあるってことで、ちょっと連れてこられた側なので。保護者。そうです。僕はだからちょっとそばにいといてくれればいいってことぐらいなので、ちょっと言いたいことがある。でも僕もわからないですけど。じゃあ次お願いしていいですか、井口さん。すみません。すみません、ちょっとわざわざちょっと言いに来たんですけれども、まだ皆さん若いじゃないですか、多分やっぱりね。ということでやっぱね、だいぶ遠回り会話しようとしてるんですけど、ウェディングロード一歩しか進んでない。これからですね。はい。大変なのはね。そうですね。まだこれから経験していくことがたくさんあると。はいね、何が始まるの？スピーチがその話もすごいの始まってない？まあ悪い人もいるでしょうね。この先出会うでしょう。そういう時にね、やっぱ思い出してほしいです僕は。こう優しい人もいるんだよっていう。ああ。そうね。はい。そうだもんね。そういう人を見つけて、そうね。校長先生にいられたらいいんじゃないかと。はい。僕は一見結婚っすねこれ。そうですね。俺たち。一見結婚やな。どう思った？じゃあそれを聞いて自分ら3人はどう思いましたか？いや感動っすよ。保護者が何か生き出そうとしてるな。どう思ってもらえたか感銘をね。君たちはね、返す言葉は一つないのかっていうこと。ああ、来ますか。中身が薄かったぞ。すっごい。あ、やばい。まずいですか今のは。違います。はい。今使ったと言ったの誰ですか。はい、すいません、そうっすよね。はい、ヌー様。ヌーだぞ。あ、ヌーさんやぞ。そうっすよね。すいません、それは本当に。あ、ジャスパーさんかな。はい、ジャスパーと申します。はい。新人でやらせてもらってます。すみません。事務所からちょっと連絡。オッケー終わった。オッケー終わった。みんなありがとう。本当にみんなありがとう。マジでありがとう。本当にみんなありがとう。やばい、マジ楽しかった。あ、終わった。マジ終わった。終わった。やったやん。これえぐいって。あとえぐい。初めて見た。本当に思い残すことはない。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。あ、始まった。これお題を書くんですよね。はい。お題を書くんですねこれね。何やろう。何にしようかな。一旦これよなやっぱ。これで。何これ。簡単じゃんこんな。これはもうこれでしかないやん。これはもうこれじゃん。めちゃくちゃ絵がうまいやつ混じってんぞこんな感じ。なんだこうちゃうか。めちゃくちゃうまいやつがおる。お絵かきアサシンがラブしてる。いや、どうやろ、でもこんな言い方するかな。まあいいか。おえ、これはもうどういうお題？急にか。書き慣れてる、書き慣れてるよ。見えた音。いや、これでもこれでどないするかやな。いや、マジこれで伝わってくれ。で、これで。いや、これででもどうするかやな。だからもうあとやることないからもうやることないもん俺だって気持ち悪い。なんかあったっけな。これは外さんわ。おえつが出てた。ポイントがやっぱ抑えられてないとね。何を伝えたいかっていうのは大事ですね。うん、そうね。俺面白かったね。では見ていきますか。はいはいはい。あ、俺か。まず俺やね。はいはい、パッキャオ。ねえ、もうわからんって。え、パッキャオってこれでしょ。でもそれキャロット。じゃあわかんないもんだって。あ、めっちゃ強いおっさんよ。あ、なんか淡い死体が、ちょ、なんか死体がにじみ出てる。なんかいいな。わかんないよ。俺都庁。確かに。じゃあ確実に。だからです集合住宅になったんだ。あんま変わらんな。集合だな。あれ？あれ？全然わからん。おい、とんでもないこと言ってるぞ。ランマは？あ、なるほど。いや、ここか。これ命日になっちゃって。これどうよ。いやいやいや、わかるわかる。わかるでしょ。でもこれ右上なにこれはね、ニグツさんが書こうとして、ニグツさんが答えるこれを。ああ、これ、ああ、そういったわけか。伝わるのまずいな。伝わるのまずいな。あ、違います。違いますよ。井口さん違います。井口さん違うんす。違うんす。これは書く時間がたの。違うんす。井口さん違うっすよ。あ、めちゃめちゃシンプル。めちゃ簡単。めっつい。うんまー。おった。あ、でもかけてる。これ初めてじゃない？怪しいな。ごめんなさい。井口さん。絵心かこれが井口さん。そうっすよね。まあでも深くは言わない。反省してはいらっしゃる。甘いんだって。そうっすね。まあ仕方ない。